チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ。はい、今回はね、長芋ですね。はい、美容に、ね、美肌、アンチエイジング、ダイエット、ものすごくいいパワー野菜です。特にね、ビタミン、B1、カリウム、食物繊維が、ね、豊富です。不溶性の食物繊維を含むので、本当にね、腸活とかダイエットにぴったりな食材ですね。で、これを今回は、美味しいね、簡単でもうめちゃくちゃ美味しい炒め物を今回紹介していくんですけど、今回は皮ごと使います。皮ごと使う炒め物です。これがね、皮を美味しく、ね、皮にすごく栄養ありますから、長芋の皮をものすごく美味しくさせるためのね、ポイントがいくつかあります。ぜひね、見て覚えてください。で、長芋ね、これ約皮付きのまま 200g です。これ洗っていきます。清潔なたわしでもって、これをね、よく洗ってください。たわしでこすると、一緒にね、ヒゲも取れるんで、まあ、取れない時もあるけど、これをね、しっかりこう、きれいにね、洗ってください。土を落としてね、洗ってください。はい。ね、ちょっとヒゲがね、残ってるところがあるんで、これバーナーとか火で炙って焼き切っちゃってもいいんですけど、ちょっとね、こうヒゲの気になるところだけ、ちょっとピーラーなどで、少しね、落としてやりましょう。素揚げ。油で素揚げにしてもね、美味しいおつまみになるんで、素揚げにして塩パラッとやるとすごく美味しいおつまみできます。で、これ今回はね、炒め物なんで、これね、一口に乱切り。一口サイズ、ね、こんな感じでね、一口サイズにね、トントントンとね、切っていきます。皮ごとです。はい、こんな感じです。はい。で、あとね、長ネギ。ね。これ10センチぐらいですね。長ネギを斜めにね、こう細切り、薄切りにしてください。はい。こんな感じでいいですよ。で、生姜10グラム。これをね、みじん切りにしていきます。もうこれ、中華包丁とかだったらね、もう一発です。パンと叩いて、こうやってね、軽く刻めばいいです。粗みじん切りでいいんで、こんな感じで OK です。もうちょっと刻もうか。あんま細かくすると焦げやすくなるので、もうほんとこれぐらいでいいですよ。で、生姜をこう潰して切ることで、香りも風味もね、ぐんと良くなります。ね。で、炒め物にするときよくやりがちなのが、長芋を茹でる人がいるんですけど、長芋を茹でちゃうと、ね、まあ、アクとかえぐみは抜けるけど、栄養がダダ漏れなんですよ。ね、せっかくの長芋の風味や旨味、栄養が全部逃げてっちゃうんで、今回はね、ちょっと油をちょっと入れて揚げ焼き。ね、そうすると長芋がホクホクしてね、すっごく美味しくなります。もう全然違いますよ。うん、で、まず合わせ調味料をちょっと作っていきましょう。はい、まずね、水です。水大さじ1杯。お酒です。お酒大さじ1杯。醤油を大さじ 1.5 ですね。大さじ 1.5 入れます。小さじ2分の1ぐらい。オイスターソース。これをね、小さじ2分の1ぐらいです。ちょっとね、コクと旨味を出します。小さじ2分の1ぐらいです。鶏ガラスープの素。これをね、小さじ1弱ぐらいです。これメーカーによってね、塩分とか味が変わっていきますけど、まあ、大体小さじ、ちょっとね、ちょっと塩分が多いのか気になる人は、小さじ半分ぐらいにして、小さじ2分の1から小さじ1ぐらい。これをよく混ぜます。タレ作っとくとね、ほんと便利です。結構ね、しっかりした味なんですけど、ものすごく美味しいですよ。はい、いきましょう。はい、じゃあね、作っていきましょう。でフライパンちょっと温めます。で、油、これ揚げるっていうか揚げ焼きなんで、そんなに油いっぱいいらないです。でフライパンにね、1センチぐらいもあれば十分ですね。で、油の温度がだいたいこれ170から180度ぐらい。芋を入れます。はい。で、ここでね、こう、長芋にちょっと揚げ色がつくぐらい。170、180度ぐらいですね。180度で、長芋にちょっとね、きつね色な揚げ色。
これがつくまで揚げ焼きしていきます。はい、で180度でだいたい 2,3 分、長芋にねこんな風に、ちょっと色づいてきます。で表面がこうちょっときつね色ぐらいになってきたらこれ油切りますよっ。はい、油を切っておきます。でフライパンにちょっとね、フライパンにちょっと油残ってますね。これで大体小さじ1杯小さじ2杯ぐらいかな、ね、ちょっと取って小さじ 1,2 杯の油、これで、生姜とネギ炒めていきます。で弱火です、ね、もう火止めて余熱でもいいぐらい、ね、弱火で香りが出るまでちょっと炒めていきます、ね、これ焦げないように気をつけてください。で辛いの好きな人はここにちょっとね、唐辛子とか輪切り唐辛子とか入れてもいいです。豆板醤だとちょっとこのタレだとちょっと味が濃くなっちゃうかなって感じがしますね。はい、で香りが出てきたらタレを入れます。はい、でタレ入れたらね火強くしてください。火を強くして、はい、この先ほどの長芋を入れます。はい、でもあと絡めるだけね、絡めるだけです。塩気がなくなるまで炒めちゃってください。で最後にごま油ほんのちょっとですね、ごま油ほんのちょっと、あとねお酢もほんのちょっと。はい、で火を止めて完成です、ね、すごく簡単ですっごく美味しいの。はい、じゃあ盛り付けていきます。はい、こんな感じですね。でネギと生姜の香味野菜もしっかり入れてやりましょう。で最後ね、緑、今回ネギですけどこれ大葉とかほじそをちょっとねかけてやってもね美味しいですよ。今回ちょっとネギですけど大葉とかでもいいしね、と青みを入れて、じゃあこんな感じで、長芋の炒め物完成です。簡単長芋レシピ、やみつき長芋、やみつき長芋中華炒めの完成です、ね、お弁当にもいいですね。お弁当にちょっと入れてやってもいいし、ね、ひき肉とか、豚こま肉とかね、鶏肉とかと一緒に炒めてやっても美味しい、ね、ネギともね大葉とも相性抜群です。はい、じゃあこれをねいただいてみましょう。長芋の中華炒めです。いただきます。うん、これねめちゃくちゃスーパー美味しいです。うん、味もしっかりしてるんでお酒のおつまみにもいいですね。ご飯にはもちろん合うしお酒のおつまみに最高です。これ箸が止まらないですよ。うん、シャクシャクしててね、長芋の皮ごと使ってるんで長芋の味が濃いんですよ。長芋の芋の味が濃くてすごく美味しい。よく新じゃがの肉じゃがとか作るとき皮ごとね油で揚げて作るじゃないですか。そんな感じ、このね長芋のこの炒め方ぜひマスターしてほしいですね。めちゃくちゃうまい、やみつき、うん、箸がほんと止まんないです。うん、で油切りもちゃんとしてるんでホクホクしてるし、ビタミン B1 ね、油と相性いいんですよ。ね、相乗効果で栄養摂取できるんで最高です。うん、本当止まらない。うん、これはお酒が進む。うん、お通しにしてもいいし。うん、はい、ということで今回はね、やみつき長芋の中華炒め、香味炒めですね。紹介しました。箸が止まらないです。本当めちゃくちゃ美味しい。ね、ぜひ作ってみてほしいと思います。はい、それではまた見てね。チャンネル登録よろしくね。これ本当うまいですよ。ぜひやってください。なんで今までみんなこれやんないんだろうな。一番美味しい。